皆さんこんにちは。名古屋に帰ろうと思ったら間違えて奈良に来てしまった青島さん。なんと奈良から帰る方法を見つけたとかで、なんかルンルンなんです。え、奈良から名古屋に帰る方法ですか？それは良かったですね。はい、そうなんです。それでは今回は奈良から名古屋に帰る列車をご案内いたします。ところで、奈良からどうやって名古屋に帰るんですか？青島さん、奈良駅の時刻表を眺めていたら見つけたらしいんです。何を見つけたのですか？それがこちらです。時刻表18時30分発の特急の正し書きに ISL との表記があります。 ISL って伊勢島ライナーのことですよね？はい、そうなんです。伊勢島経由で名古屋に帰ることができるんです。奈良から伊勢島に行けるなんてすごいですよね。いえ、これは京都行きでは。ま、いっか。それではここに停車している伊勢島ライナーに乗車して、まず伊勢島を目指しましょう。18時30分発の伊勢島ライナーは近鉄奈良駅を発車しました。まずは車内放送をお聞きください。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は京都駅特急伊勢島ライナーです。え、京都行きなんですか？青島さん、間違えて京都行きの伊勢島ライナーに乗車してしまったみたいです。てか、何を間違えているんですか？はい、茶番にお付き合いいただきありがとうございました。今日は近鉄特急伊勢島ライナーに乗って奈良から京都を目指したいと思います。え、伊勢島ライナーって奈良発京都行きの運用があるのですか？はい、平日ダイヤで朝2本、夜1本の設定があります。京都発の運用にも平日ダイヤで朝1本、夜2本の設定があります。そうなんですか？それは驚きです。しかし、なんで京都行きなんでしょう？それは後ほど説明することにいたしましょう。それでは近鉄特急伊勢島ライナー京都行きは18時30分近鉄奈良駅を発車しました。途中の停車駅は大和西大寺、近鉄丹波橋、京都です。大和西大寺に18時34分着、近鉄丹波橋に18時57分着、終点の近鉄京都には19時5分の到着です。乗車時間は35分なんですね。あっという間に京都に着いてしまいます。ところで、なぜ近鉄奈良から京都まで特急の運用に伊勢島ライナーが使われているのか、そろそろ教えていただけませんか？わかりました。それでは、なぜ近鉄奈良から京都行きの特急に伊勢島ライナーが使われているのかご説明します。これは JR でいうホームライナーと同じような列車なんです。ホームライナーですか？前にも同じような話を聞きましたが、 JR 北海道や JR 東海に残っているあれです。ホームライナーといえば、特急型車両の車庫からの回送や車庫への回送の筋を利用して乗車券のほかライナー料金を徴収して利用者へ着席サービスを提供する列車のことだと思いますが。そうなんです。まさにこの伊勢島ライナーがそれなんです。夜間、伊勢島ライナーは大和西大寺にある車庫に留置されるのですが、その回送を兼ねて近鉄奈良行きの設定があるそうなんです。なるほど、そういうことだったんですね。平日ダイヤですと、賢島駅発京都行きの伊勢島ライナーは17時20分京都に着いた後、17時30分発の近鉄奈良行きになります。その列車が18時5分に奈良に着いた後、18時30分発の京都行きに、京都に19時5分に到着、折り返し19時30分発の奈良行きです。その列車が20時7分に奈良に着いた後、折り返し大和西大寺にある車庫へ回送列車として送られます。なるほど、そういう運用だったんですね。確かにホームライナーみたいな運用です。プレミアムシートも利用できますので、大
短距離ですが贅沢な時間を過ごすことができますよ。プレミアムシートの利用者はどれくらいいたのでしょう。この日は青島さんを含めて2人だったそうです。まあゼロよりはマシですね。近鉄特急伊勢志摩ライナーは間もなく終点の京都に到着です。以上、伊勢志摩ライナーが京奈特急の運用につく説明でした。いかがでしたでしょうか。詳しい説明ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。